皆さん、こんにちは。こんにちは。レジェンドにこれが聞きたいのお時間です。今日も行きましょう。マシでお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このエージェントにこれが聞きたいはですね、留学に興味がある方とか子どもの留学を考えている親御さんに向けて最新の留学情報とか面白そうな留学プログラムとかの情報をお伝えしていくためにやっております。そして今日のゲストはどなたですか？ EF アカデミーのエリコさんにお越しいただいております。 EF アカデミーさん、前回 EF さん出ていただいたんですけども、そうです、ね、違う事業というか、違うサービスやってるところってことですね、そうすると。そうですね、今日はボーディングスクールについてちょっとお話をしたいと思っています。わかりました。じゃあ入っていただきましょう。どうぞ。あ、いらっしゃいましたね。あれ？つながんないかな？つながった。大丈夫です。こんにちは。こんにちは。Hello。ハローですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。エリコさんの自己紹介と EF アカデミーさんについてちょっと教えてください。あ、はい。皆さん、はじめまして。EF アカデミーインターナショナルビジネス、ボーディングスクールの、アパルセロエリコと申します。アパルセロさん、すごいな。珍しい名字ですね。そうですね、実は私ベネズエラと日本のハーフなんですけれども、生まれ育ちがずっとベネズエラで、今日本でたくさんの方に海外に行ってもらって国際的な人材を作るためにお手伝いをしているところで、なるほど、素晴らしい。ご自身がまさにね、国際的な方と。いえ素晴らしいですね、なるほど、はい。ちょっと会社のことについてもちょっとお聞きしてもいいですか？あ、はい。EF アカデミーさんについてちょっと簡単に教えていただいてもいいですかね？あ、もちろん、はい、はい。そうですね、EF アカデミーはそもそも EF エデュケーションファーストの一つの、会社、子会社という感じで、考えていただければいいかと思うんですけれども、まあ、その EF っていうのはもう世界最大級の、まあ、国際教育機関でありまして、1965年に、設立された、スウェーデンで設立された会社なんですけれども、まあ、たくさんの方々、中学校からもう高校交換留学とかボーディングスクールとか、大学のホールトビジネススクールとか、エクセクティブエデュケーションまで結構幅広く教育に関しては力を入れている会社であります。その一つとして、まあ、インターナショナルボーディングスクールの EF アカデミーっていう部署で今お手伝いサポートをしている、ところです。ボーディングスクール、EF アカデミーさんはボーディングスクールに特化したサービスということなんですね、そうすると。そうですね、EF が持ってる、ボーディングスクールで校舎は3つあるんですけれども、アメリカに2校舎ありまして、今年からパサデナ、カリフォルニアにオープン、9月からオープンする校舎と、あとニューヨークに、もう1個校舎がありまして、ちょっとマンハッタンから45分間ぐらいのところにある、すごく自然が綺麗で安全な場所にある校舎で、UK のイギリスの方にはオックスフォード校、オックスフォードの、ど真ん中から中心部から、10分15分ぐらい歩いた程度のところにあるんですけれども、そうですね、イギリスとアメリカに校舎を持っているボーディングスクール、寮制度の中高生活ができる学校になっております。中学生もいるんですね。そうですね。そうですね。中学3年生から、EF アカデミーの場合は受け入れが可能なので、中学3年生から高校3年生まで、卒業まで、勉強できる学校になっております。なるほどね。ボーディングスクールって、そんなに昔からあるもんなんですか？いわゆる全寮制ってのは聞いたことあるんですけど。そうですね。
もともとあのイギリスがあの始めた、教育のメソッドで、まあ、ロイヤルファミリーとか、まあ、結構ハイレベル の, あの方々の子さんたちがあの通われるエデュケーション、学校になっていて、で、まあ、教育のアカデミックの面だけではなくて、やっぱり自立するための教育として、まあ、昔は結構あの、なんかレリジョンとか、あの入ってたりとか、してたんですけれども、今はもういろんな違うあのボーディングスクールの、 あの、オプションがありまして、例えば EF アカデミーの場合はダイバーシティとか、まあ、国際的なボーディングスクールとしてはすごく力入れてる学校なんですけれども、あの逆にもうちょっとイギリス的なボーディングスクールとかアメリカ的なボーディングスクールに通わせたいっていうのであれば、もしかすると EF アカデミーじゃなくて違う方のボーディングスクールに行かれた方がいいんじゃないかなって。だからいろんなオプションがあるので、本当に自分のお子さんに合ったあの学校を見つけるのがいいんじゃないかなって思います。そのなんかイギリス的とかアメリカ的のなんか違いもすごい気になるんですけど。確かに ね, ね, ねなんかボーディングスクールって言っても違うんですね。違うんですね。そうですね、イギリスだとみんなハリーポッターの、ね、生活あの映画をみんな、ね、結構あの浮かぶ方が多いんじゃないかなと思うんですが、本当にそういう学校もあったりとか、あのそうプログラムによっても全然違ってくるので、あの本当に、ね、日本みたいに一直線で中学から高校まで卒業するっていうパターンではなくて、で、まあ、どのプログラムが一番自分のお子さんに合ってるのかとか、あの、ね、少しずつカウンセラーと話し合いをして決めていくっていう、あの方法が一番いいんじゃないかなって思います。なるほど、そうなんだ、なんかハリーポッターで思い出すんですけど、その、はい、まあ、どんな生活してるのかなっていうのは気になるよね。なんかね、ずっと友達と過ごすみたいな、そう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 、そうですね、結構や、まあ、さっきも言ったんですけど、アカデミックだけではなくって、やっぱりあの人間関係 の, あの件に関してもすごく成長する場でもありまして、まあ、ルームメイト、やっぱりそのホストファミリーではなくて、まあ、ボーディング寮の中であの過ごす、でルームメイトとも、まあ、喧嘩ありとか、あのそれもなんか成長の一つとして、まあ、ずっと、ね、結構この間あったのがね、窓開けっぱなしで寒いのに、私は寒いのに窓開けっぱなしにして寝る人とか、あのそういった問題を、自分の人間関係の問題をどういうふうにあの話し合いコミュニケーションしながら解決していくかというのはあのすごく力入れてますし、すぐただ単にお母さんに電話したりとかね、スタッフさんに頼ったりするのではなくて、自分で何ができるのか、昼休みも例えばランチを誰とどの席に座って、誰と一緒に話会話をするのかとか、日本人でこう固まらないで、例えばいろんな人と知り合いたいのであれば、まあ、自分でそういった努力、あの、勇気を持ってあの努力して、どん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 そのダイバーシティに溶け込むっていう意味ではすごく成長する場ではあるんじゃないかな。なるほど、生活そのものが成長の場だってことなんですね。そうするとね、あと親とかもいないので、朝そうです、ね、あの起きてもう自分学校行くよっていう人がいないので、やっぱりその面に関してもインディペンデントにちゃんと自分で責任を持って、朝ちゃんと授業に、あの遅れないようにとか、ルールを守るとか、もう本当にあの一人で全部やらないといけないので、そういった実感するにもあのいい勉強になるんじゃないかと思います。そうですね、確かに、それは大事かも。はい、自立するっていうことですね、本当にね、自分で律するっていうことなんですね。なるほど、はい、あ、これをね、 EF アカデミーでは国際的な環境でできるっていうのがすごく魅力的だなって。そうですね、うん、やっぱりあの世界中からの生徒さん、ね、75カ国からの生徒さんが集まる学校にはなってるんですけど、すごいな、文化の違いだけでもすごい、あのそうでしょうね、本当に、ね、マインドセットが違うか、あの人とルーメイトになったりとかクラスメイトになったりするのは、あの日本の、あの学生さんにとってもすごく
いい経験でもありますし、そうですね、前のイベントやったんですけど、例えばウクライナの、あのクラスメートがいて、今ウクライナがすごいね戦争で困ってるから、あの身近にそういったストーリーが友達からあるクラスメートから聞けるっていう面でも、あの結構いろんなご両親たちがすごくなんかありがたいなって、 EF アカデミーに行ったからこそ実感できる、経験できる経験だなって、ね、あのおっしゃってましたね。ですよね。世界との距離がね、近くなるというかね、すごく近くなりますよね。はい、そうですね。はい、すみません、あの、僕も全然不勉強であれなんですけど、はい、ボーディングスクールっていうそのプログラムにも何種類かあるんですか、うん、その、なんていうんですかね、その、コースというか、その種類なのかみたいな、そういうのってなんか何種類かあるもんなんですか、それっていうのは。そうですね、場所によってはあの違うんですけれども、うん、はい、あの例えば今日本でも結構盛んな IB、 あの国際バクロレアのプログラムがあったりとか、はい、うん、あと、 あの、ヨーロッパ、まあ、イギリスの、うん、高校資格っていうのは A レベルっていうんですけれども、うん、はい、A レベルのプログラムとか、あと、またアメリカに戻るんですけど、まあ、US ハイスクールディプローマ、通常の、まあ、あの高校の卒業証明書の、あとアメリカで結構アメリカ人が結構あの盛んにあの受けている AP っていうプログラムもあるんですが、うん、まあ、大学で受ける授業を高校時代から受けて大学に単位もらえたりとかっていうプログラムなんですが、あ、そうなんだ、いろんなプログラムがあって、EF アカデミーの場合はその4つのプログラム全部提供できる案で、あの、まあ、場所によっては違うんですけど、いろんなお客さんと、まあ、お子さんのために今後どういうふうにしたいのかって話し合いしながら、まあ、このプログラムが IB の方がいいねとか、普通の US ハイスクールディプローマの方がいいねって、いろんなあの話し合いしながら、まあ、コースを決めていくっていうパターンであのカウンセリングをしております。あ、なるほどなるほど。あ、はい、そのトータルで4つあるっていうのは、あの、うん、基本的にどのいろんな国にあったり、どこのボーディングスクールでもそのうちのどれかは採用してるっていうことなんですね。そうすると、そうですね、ボーディングスクールによっては、例えば1つか2つだけのプログラムを提供してなかったりするので、あ、なるほど、選択肢がちょっと狭くなっちゃったりする可能性があるんですけど。そういうことか。はい、そうですね、こうやってね、その子のことを考えて一緒に相談して決めてくれるカウンセラーさんがいるのはすごい安心ですよね。そうですね、うん、やっぱりあの、うん、あのいろんな国から生徒さんが来てるので、うんうんうん、EF アカデミーの場合は世界中に19箇所にオフィス、まあ、事務局を置いておりまして、日本でも、はい、あの東京にあるんですが、うんうん、まあ、身近に話してあのちゃんとしたフィットしたお子さんにフィットしたプログラムを決めていくためには、まあ、こういったさカウンセラーがあの、うんうん、世界中の19カ国に、いらっしゃいます。へ、うん、ほどね、留学前だけじゃなくて留学中も頼れるんですよ ね、 それね。そうですね、なんかやっぱりね、あのご両親が英語話せない心配だっていう時があったら、面談とかを訳してあげたりとかサポートしたりすることもあります。なるほど、はい、あれは助かりますね。はい、ね、とかね、高校生だからホームシックになっちゃったりとか、ね、ね、ありそう、ね、そうですね、結構あります。てか毎年あります、ますよね。そうですね、EF アカデミーのはやっぱりその生徒さんがいろんなところから来てるので、ね、あのスタッフさんがすごくそれに対応できるように、あの、まあ、何かしら国際的な経験を持ってらっしゃるスタッフさんが集まってる学校になって、まあ、いろんな国でインターナショナルスクールの先生やってたことのあるあの、先生とか、スタッフさんとかもいろんな国で住んだことのある、あのスタッフさんであったりとかしてるので、あの、その面に関してはちょっと安心できるんじゃないかなって思います。ああ、なるほどね。そっか。ホームシックになったり、カルチャーショックになったりしても、現地でちゃんと、はい、うん、スタッフさんにケアしてもらえるってことなんですね。はい、最初の3ヶ月はもうみんなホームシックで帰りたいっていうあの子供たちばっかりなので、なそれを乗り越えるともう全然ずっと残りたいって気持ちになるんですけど逆にね、逆に帰りたくないになっちゃう、ね、はい、なるほど、最初のところを超えちゃえばね、はい、なるほど、そうなんだ、へえ、はい、まあ、でも手厚くサポートできるのはね、その中学生、まあ、中学3年生とか、まあ、高校生とか送り出す 親御さんっていうか親の身からしても安心ですよね、それはね。
そうですね。やっぱりボーディングスクールに行かれる多くの家族っていうのは、うん、何かしら大学進学をすごく真剣に考えている方なので、うん、ああ、なるほど、なるほど。うん、で、大学進学のサポートも EF アカデミーの場合は、そのアメリカとかイギリスとかの大学に入学したいっていう生徒さんのサポートだけではなくって、例えばまた日本に戻って、日本の大学で出願だったいっていう生徒さんもたくさんいるので、そのサポートも現地のその、結構経験豊富な、ユニバーシティアドバイザーがいるんですけれども、はい、そのスタッフがいろいろサポートしていただいております。あ、そっかそっか。高校卒業してから、やっぱり当然進学は考えるわけで、その時になって、もうじゃあ帰ってくるしかないですよとかっていうんじゃなくて、どこの大学に行くにしたって必ずサポートして、日本に帰るにしても、ね、アメリカの大学に進むにしても、サポートしてもらえるってことなんですね。そうですね。大学進学の場合はやっぱりそのすぐに入学出願を出すのではなくて、はい、PF アカデミーの場合はまあ11年生高校2年生の時からそのアドバイザーといろいろ話し合いながら、うん、じゃ あコンピューターサイエンスに入りたい、大学勉強したいのであれば、じゃあ今は11年生、12年生はこういった授業を取ろうね、こういったアクティビティをやろうね、そしたら出願出すときに、こういったボランティアもしました、こういったインターンシップを授業に行きましたって、もっと強くプロフィールを作ることができるので、出願の大学の出願の話し合いはもう11年生の時から、スタッフ、現地のスタッフにやってもらってます。そうなんです。すごい、なんかね。手厚い、手厚いって言ったら言い方変なんですけど、なんか自分のね、やりたいことを叶えるためのサポートをちゃんとしてもらえるっていうのは、ありがたいですね、これは。なるほどね。そうか。なんかでも聞きたいことはもっともっときっといっぱいあるんですけど、すいません。時間もね、はい、来てしまって申し訳ないんですけども、うん、最後に何ていうんですかね、イベントの告知であるとか、そういう、はい、もうちょっと知りたいなとか、うん、ボーディングスクールについて、さっきの4つのプログラムとかもそうなんですけど、yes. なんかそう知りたいなっていう時に、はい、なんか情報収集できるような場とかって何かあったりしますかね。はい、あ、Thank you。はい、ありがとうございます。うん、そうですね、一応、まあ、こちらに QR コードがあるんですけれども、これはい、携帯でもし QR コードを読むことができる方は、まあ、資料、もっと知りたい方は資料請求のページと、ウェブサイトに飛ぶようになってるので、ぜひご覧ください。あと、EF アカデミーの日本事務局は、大体1週間に1回は、イベント、オンラインイベントであったりとかしているので、こちらのウェブサイトを拝見していただいて、イベントのところのタブを見ていただけると、うん、まあ、IBAPAレベルとかのプログラムのさっき話したプログラムの違いとか、うん、EF アカデミー全体的な、うん、イベントとか説明会とかのご案内が表示されているのでぜひご覧ください。あ、そう、週1回やってるんですか。そうですね、大体週1回やってますで、土曜日か日曜日なんですけど、はい、あ、そうですか。今週もあるんですか。今週末実はFind Your Passionっていうイベントがありまして、EF アカデミーに来る生徒さんはやっぱり何かしら夢を持ってらっしゃる生徒さんで、今分からなくても大体自分のパッションがどこら辺にあるのかっていうのを見つけるためのイベントになってるので、もしよかったら土曜日ご参加ください。うん、私も参加したい。自分探し。はい、自分探しですね。なるほど。はい、いや、そういうのもやってるんです。面白いですね。はい、じゃあ EF アカデミーさんのイベント欄は毎週やってるんだったら要チェックですね。今週何やってんだろうみたいな。まあチェックで、あとでちょっとコメント欄に URL も貼っておきますんで、うん、ぜひ。ありがとうございます。はい、見ていただければと思います。はい、すいません、短い時間で恐縮なんですけど、大変ありがとうございました。うん、ありがとうございます。Thank you so much。またぜひ、話を詳しく聞かせてください。詳しく、はい、体験談とかね、行った人の話とかやっぱ聞きたいんでね、持ってきていただけると。うん、そうですね、多分来週そのイベントがあるので、ぜひ、あ、そうなんですか、興味あったら在校生が参加するイベントなのでぜひご覧ください。あ、そうなんですね。あ、そういうのあるんですね。はい、あ、はい、なるほどね。も貼っときましょうね、後で。はい、ありがとうございます。またぜひ遊びに来てください。 Thank you so much。 はい、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。面白かったね。面白かったです。ボーディングスクール、そっか、なんかイメージちょっと変わったね。そうですね、なんか、うん、
ハリーポッターのエノエネしかなかったからさ。4つも違うプログラムが。そう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 。また国によっても違って。ね。でしかも自分のなんかやりたいことによってその4つの選択肢もあるっていうことなんだろうね、うん、きっとね、うんうん。しかもその先の大学、まあ当然高校卒業して大学行かれる方も多いのかもしれないですけども、そこもちゃんと自分のやりたいこととかに合わせて、その中のボーディングスクール内の生き方というか、暮らし方も設計していけるっていうのは、すごい面白いよね。面白いです。今高校生だったら行きたいね。何年前で出してた今から慣れるのかっていう。なるほどね。ああ、面白かったです。まあ、来週はじゃあ、あります？もう決まってますか？はい、来週は水曜日なんですけど、うん、来週は、ちょっとね、うん、南アフリカからご出演いただくので、時間がずれまして、来週水曜日3時から、はい、午後3時から。午後3時から。はい、タイガーマグの方に、インターンシップについて、うん、海外インターンシップについて、お伺いしたいと思います。これはまたちょっと刺激的な話が聞けそうですね。楽しみです、ぜひ現地の話もね聞いてみたいと思いますけども。そうですね、はい、ぜひ楽しみにしたいと思います。はい、じゃあまた来週皆さんお会いしましょう。はい、ありがとうございます。おはようございます。はい。